はい、皆さんこんにちは。レクセンに越しの森山です。で、今回は令和3年度筆記試験一発合格者講演会ということで、私の、クラスから1回で受かった T さんの方にお越しいただきました。T さんのこのちょうどこの教室よく講義を受けて、はい、合格されましたもんね。いろいろお話聞かせてください。はい、マイクをよろしくお願いします。はい、はい、でそれでは、まあ、いろいろ聞いていきたいと思うんですが、まず司法書士をこう目指した理由って何ですかね。司法書士っていつから知ってました？司法書士をちゃんと知ったのは、新卒の会社で、あの金融機関の会社に就職したんですけれども、その業務の中で、あの抵当権抹消の手続きとか、相続の手続きをした際に、ちゃんと司法書士っていう職業を知った形です。はい、なるほど。それで目指そうと思ったわけですね。あ、はい、そうですね。大学自体は法学部ですか？はい、法学部でした。じゃあ法律はやろうとは思ってたわけですか？そうですね、法律自体は興味があったんですけれども、その法律を使って何か仕事をしようとかいうのは、あの学生時代はあまり考えてなかったです。あ、なるほど、はい、じゃあ高校生のあたりは、とりあえず法学部いいなというふうに言ったんだけれども、実際行ってみてどう使っていいか分からなくて、普通に就職をしたと。はい、そうですね。そしたらその就職先でそのような事案が結構あったり、で実際に司法書士の先生なんかにもあったりしたんですか？はい、お会いするっていうことはあんまりなかったんですけれども、電話とかでのやり取りは結構多かったですね。はい、どんな印象でした？そうですね、いろんな先生いらっしゃいましたけど、まあ、でもどちらかというと皆さんこうしっかりカチッとしてる方が多いかなっていうイメージではありました。なるほど。当時は、はい、で興味を持ってやってみようと思ってまずやったことって何ですか？予備校調べたりとか試験制度調べたりとかですか？そうですね、まずは、まあ、興味を持ったけれども、どんな試験かっていうのがあまりちゃんと把握してなかったので、その試験自体の情報収集からまず始めて、っていう感じですね。入り口はそこから入った感じです。はい、はい、そうですね。なんかね、法学部っても実際法律をどう使っていいかってなかなか難しいですもんね。はい、はい、分かりました。でその後こうレックの方に来てくれたって形ですね。はい、はい、そうですね。いろいろ聞いていきましょう。で今日またいろいろお持ちいただいたんですが、まずこれですね、成績表です。でこんな形ですね。で、本試験受験するとこの成績表というのが送られてきます。で順位なんかも出てそれぞれの得点が書いてありますが、でこちら順位ありますけれども、総合順位というのは法務省から発表されたデータと照らし合わせなければわからないんですが、総合順位が15番15位ですね。これ非常にいい成績ですね。もう600番ぐらい取れれば合格できる中で15位で、特に1回で受かった人の中でやっぱり期日が最後まで苦手だよって方が多いですが、期日なんかも22位でもう本当に最高得点と言ってもいいぐらい取れてますよね。本当にこの優秀な成績で合格されたわけですけれども、その秘訣っていうものを今日いろいろ聞いていきたいというふうに思いますね。私も成績表実は送られてきて、私はもう全部0点ですけどね。あの講師としてやっぱり毎年受けるんですけれども、あの合格するわけにもいきませんし、受験、してその日の回答速を出さなければいけませんから、受験生と同じように受けるんですけれども、合格枠取るわけにいきませんので、一応成績送られてきてもう全部0点ですよ。いうことになります。で平成11年に1回だけ合格して、でその後はずっと0点で通してますが、そんな形で、全然こういう合格者のね、成績表とは違うんですけれども、で、いきましょうか。で、レックで合格を目指されたわけですが、レックを選んだ理由ってあります？はい、その司法書士試験の、制度とか調べてる中で、こう長い戦いになるなと思ったので、こうフォローの制度であったりとか、あとテキストとか自分の勉強以外での不安っていうのを少しでもこう小さくしたくて、大手のレックにしようって思ったのが一番大きい理由ですかね。はい、例えばどんなフォローがありました？私が一番良かったなっていうフォローは、直前期の特別講座が結構何個かあって、それが結構直前期まで自分が残してた、あんまりやりたくないなっていう勉強をこうコンパクトにまとめて、直前期に出してくれた、そういったフォローが、一番良かったかなと思ってます。なるほど。はい、まず3月あたりに直前100日の過ごし方みたいなのがあって、でそれも期
聞かれました？あ、聞きました、はい、で直前にこうやるんだよと、はい、それからあとは出陣式ですよね。あ、そうですね、はい、出陣式確か生で来てくれて、はい、質問ここしましたよね、はいはい、出陣式もどうでした？あ、そうですね、あのもちろん内容がもう宇山先生の憲法とかも、そのままズバリ出たので内容もすごいためになったなと思いましたし、はい、あとあのタイミングでやっぱり先生とかに直接会えるっていうのは、うん、こう残り少しあと2週間ぐらいだったと思うんですけど、うん、改めて頑張ろうって思える機会だったので、すごいあの実際ここに来てよかったなと思いました、はい、あの出陣式で毎年あの私モノマネするんですけども、はい、どうでした？あの小夢太夫のモノマネは。びっくりしました。まあ、あれはね触れないでおきましょうか、はい、ということでレッグを選んでそうやって勉強してフォローもあったということですね。普段の講義の方はどのように受講されました？そうですね、講義どうでした？あ、講義最初の半年間は生講義でここの教室で来たんですけど、ちょっとコロナがあって、半年過ぎくらいからはずっとウェブで受けてた形です。なるほど、はい、最初の半年は通って、はい、でその後はずっと家で受けてたってことですね。あ、はい、そうです。その間仕事ってやってました？生講義に来てたぐらいの半年間は、うん、あの正社員としてフルで仕事をしていて、でちょうどウェブ通信に切り替えるぐらいの時にちょっと時間を少なくしたい、あ、働く時間を少なくしたいっていうことで、パートに変えてもらってっていう形で仕事をしてました、はい、パートっていうのは司法書士と関係あります？はい、司法書士事務所 で、 事務所で、はい、仕事ってどうでした？あの補助者の仕事ってあのよく受験生の方が、はい、あの補助者をやろうかやらないかって相談があるんですけれども、そうですね、私はもともと戸籍とか見た上で楽しいなっていう思いで、あの入ったので、そこまでこうギャップを感じることはなくて、まあ、業務も直接勉強にこう結びつくかっていうのは微妙だったと思うんですけど、うん、まあ、でも実際に、あ、競技書こう言うんだなっていう風に見れたりとかしたので、そこは仕事をしていてイメージがつきやすいっていう点では良かったかなと思います。あ、モチベーションにはつながったということですね。はい、まあ、確かに最初何日か本物を見ると感動はしますけれども、じゃあそれが試験で役立つかっつったら別に役立つわけではないので、まあ、モチベーションの維持って意味ではいいかと思いますが、あの皆さんもですね、あのどうしようかな、仕事を迷われている方は別に、まあ、補助者必須ってわけではないかなと私も個人的には思いますね。もちろんやりたいとか、あの受験応援してくれるって事務所があればそちらの方を応募するというのが一つありますけれども、そこでなければわからない知識とかいうのは基本的にはないし、もう全部講義でお伝えしますからね、はい、で普段の講義を、まあ、最初は生で聞いてもらって、でその講義の聞き方のコツとかがあれば教えていただければと思うんですけども、まあ、今回テキストも持ってきてもらいましたけれども、はい、そうですね、森山先生の講義は結構こう、はい、身近な生活とかに落とし込んで例とか話してくださることが多いので、こう後から見返した時に、うん、その身近な例えとこの難しい法律の知識が結びつくように、そういったあのなんか分かりやすい例とかはその場で書き留めるようにしてました。あ、具体例なんかもメモしていたってことですね、はいはい、であとはチェックしましょうって言ったところをチェックして、はいはい、で講義のところではそのメモをしたりチェックをしたりして受けていたということですね、はいはいはい、で復習ってどうされました？例えば、はい、この渋谷に通っていた頃のことは、はい、例えば、土曜日でしたっけ、日曜に通って、はい、でそのじゃあ後の復習スケジュールを教えていただきたいんですけど、あの、はい、受験生の方も、まあ、私のクラスの受講生の方もいて、でこれからどうやって復習すれば受かるのかなと思ってると思うんですが、はい、まず講義を日曜日に聞くと、はい、でその後電車で帰ると、はい、群馬からね、はい、で私と一緒で、はい、あのでその帰りの電車の中はじゃあ何してました？もう最初から聞いちゃいますけど、ちょっと帰りの電車は私ちょっと眠くて寝ちゃってたことが多かったかなと思うんですけど。あ、なるほど。じゃあ復習はその後ですね。そうですね、家帰ってから切り替えてやってた感じ。あ、その日のうちに。そうですね。あ、じゃあそれを教えてください。はい、はい、まず復習するにあたって、うん、私この携帯司法書士っていうのをこう軸にしてやってたので、うん、講義が終わって
て、森山先生が講義の時に、形態司法書士で言ったら何課から何課までが今日の範囲ですっていうふうに教えてくださってたので、テキストを見ながら理解しながら形態司法書士をまず一通りやって、で一回一回りして、でもう一回自分でやってみて、で形態司法書士二回りしたら過去問に行って、なるほど、はい、で過去問で、あ、こういうふうにこの知識は聞かれるんだなっていうのを確認して、でそこからは、また形態司法書士に戻って、はい、こういう聞かれ方をするんだっていうことを意識しながら、うん、書き殴ってました。なるほど、分かりました。それがもう1日の出来事ですか、もう次の日とか。いや2日間ぐらい多分形態司法書士をやってた、やってました。はいはいはい、分かりました。じゃあ帰ってテキストを一通り見て、で形態の方を2回ぐらいやると、はい、で例えば過去問が載ってたり、はい、あとは覚えるべきところが暗記するべきところが載ってるから、はい、ここがポイントなんだなって分かってからもう一度テキストに戻るって感じなんですね、はい、そうですね。なるほど、それいいですね。ゴールを見てこれを見ないと、例えばテキストのどこがどういう形で出るか分かんないのになかなか読めないですからね、はい、うん、いいと思います。問題解いて戻る、であとはもう形態司法書士を繰り返しやってたということですね、はいはい、で確かにこの形態司法書士今日持ってきてもらいましたけれども、たくさん書き込みがあって、でこれですよ、やった日付が書いてありますよね。でこれ本当に数えきれないほどこなしたっていうことですよね。そうですね、形態司法書士は本当に何回も何回もひたすら繰り返してました、はい、そうですね、よく合格者の方ももう本当に30回40回繰り返したと、ボロボロになるまでやりましたってよく言ってくれますけれども、やっぱり受かる方っていうのは本当にこう繰り返してやってくれるなって印象がありますね。この7月、これ、不動産登記ですね。でこの不動産登記ですから、この7月あたりじゃ講義やった時にも1週間ぐらいで繰り返したってことですね。そうですね、もう多分次の日くらいからずっとやってたと思います、はい、で1ヶ月ぐらい空けてやって、でその後また時間の許す限り他の科目の隙間にやって、はい、あとは直前期にやったって形ですね、はいはい、じゃあちょっと民法も見ましょうか。よいしょ、あ、民法に関してもそうですね、これ最初の講義のあたりですよね、はい、でその後余裕があるときにこう繰り返して、はい、最終的には十何回か繰り返したって形ですね。そうですね、はい、はい、で書き込みなんかもありますけど、これも間違ったりしたところとか、はい、これ覚えようと思ったところを書いたってことですね。あ、そうですね、答練で間違えちゃったところとか、はいはい、あとは過去問やってて、あ、これも知っておいた方がいいかなっていうのは、はい、この形態司法書士にこう一つにまとめたかったっていうのもあって、はい、書き込んだりしてました。あ、分かりました、はい、でそのように、まあ、何日かかけて講義の復習をしていただいたということですね、はい、でさっきそこでその後過去問解いたという話がありましたけれども、はい、それは合格ゾーンですか。はい、合格ゾーンですね、はい、でそれは解く時間ってありました。なかなか1年目の方ってもう最悪形態司法書士だけやればいいよって話はしてるんですけども、余裕がある方が、はい、まあ、合格ゾーン5年分とか10年分とか、うん、やれる方はやってくださいって話はして、それができればもう本当にこう上位に行けますよって話はしてるんですけども、何年分ぐらいできました。科目によってなんですけど、はいはいはい、民法は多分最終的には、うん、合格ゾーン5、6回ぐらい回したのかなっていう感じ。なるほど。ただ昭和の問題とかもですか。あ、そうですね、はい、すごいですね。マイナー科目は多分1回やったかやってないかぐらいかもしれないですね、はいはい、もうそれはあれですね、仕事をパートで、パートって忙しかったんですか。いや、9時から3時までで、うん、もう3時には終わってたので、うん、パートになってからは比較的に時間に余裕があったかなと思います、はいはい、その頃は結構過去問やってたってことですね、はい、そうですね、はい、すごいですね。で過去問も繰り返したわけですか。過去問もそうですね、できるだけ繰り返すようにはしてました、うん、はい、はい、やっぱりそういうことをしっかり誠実にやればこうやって上位で受かるということですね、はい。で過去問なんかはやっぱり何十年分もありますけども、はい、これできるかなっていう気持ちはありませんでした。あ、問題数的にっていうことです、うん、そうですね、こう最初見るとうーってきちゃうんですけど、なんか最初のうちはどれが重要な問題かとか全然わかんないので、うんうん、はいはい、過去問も選ばずに、うん、昭和のところから最近のところまで全部一通りやって、
ってました、はい、はい、なるほど。で、間違った問題なんかどうしました？多分合格ゾーンって下にあのチェックボックスありますね、はい、あるので、うん、そこで×がついた問題だけ、うん、あの繰り返すとかそういった週間みたいな、1週間この1週間は×がついたやつだけやろうとか、うん、そういうふうに決めたりしてやったりもしてました、うん、なるほど、はい、じゃあ、例えば不動産登記法に行ったら、はい、不動産登記法の過去問をやる時間なんですか？あ、そうですね、あの直前期はこういろいろぐる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 回してたので、うん、はいはい、うん、その不動産登記法の過去問だけっていう時間は取らなかったですけど、うん、直前期以外は結構この時間は不動産登記法とかって決めて、うん、その中で今日は過去問の日とか、あ、なるほど、そういうふうに勉強してました。なるほど。やっぱりじゃあ不動産登記の時であれば不動産登記に集中して、はい、講義聞いて携帯2回やってテキストに戻って携帯やって過去問やるって感じですね。本当にそんな感じですね、はい、で例えばさっきの携帯証書紙見ると、はい、時々例えば民法が終わって1ヶ月ぐらい経ってからやってますけど、これはその不動産登記とか会社の隙間とかにやってるわけですか？はい、そうですね、はい、具体的にはどんな時間ですか？長く空いちゃうと、うん、簡単なものも忘れちゃうなと思ってたので、うん、なるべく時間を空けないようにしてたので、あ、なんか最近やってないなって気づいた時にはあの取り入れるようにしてました。他の科目とかも、はい、そう、それよく受験生の方に質問されるんですけど、例えば会社法とか不動産登記とか来年目指している方は今ちょうど会社法の講義とかしてるんですけど、まあ、結局会社法って難しいじゃないですか、はい、そうするとやっぱり会社法を理解して講義の復習するので結構時間割くわけですよね、うん、その中でどのくらい前の科目って復習できたんですか？まあ、確かに忘れちゃうかもってみんな思って復習したいんですけれども、はい、1週間のうち1日とかですか？そうですね、あの多分会社後の講義とかが始まるときに、うん、私も同じことを思ってて、民法ってどこで復習したらいいんだろうみたいな疑問はあって、うん、で森山先生が多分講義の中で1週間に1日とか、まあ、自分の中で半日とか決めて、うん、他の科目も復習した方がいいよっていう話、うん、多分されてたと思うので、そうですね、うん、はい、それに従って多分1週間に1日会社法やってる時は1日、午前民法、うん、午後不登法とか、うん、そういった形であの復習する時間は取るようにしてました。あ、なるほど、はい、1日ぐらいそういう日を作ったってことですね、はいはい、なるほど。やっぱりそれができると前の科目忘れずに済みますもんね。そうですね、うん、はい、だなるべくね、あの忙しいのは分かるんですけども、金曜日の夜だとか、うん、そんな形で前の科目の復習っていうのをやっていただければいいかなと思いますね。だから逆にそれが少なくて済むように、例えば民法をやってるときは本当に民法は一生懸命やるわけです。そうすると覚えられるし忘れる度合いも減りますから、不動産登記行ったときに忘れる度合い減りますよね。そうすると復習が少なくて済むんですよね。だから私よく言ってるのが、この携帯証書も寝る前にパラパラやるだけでもいいって話はよくするんですけども、やっぱり多少触れるってことが大事ですよね、はい、でその週1回前の科目に触れようって日は大体携帯ですかね。そうですね、もう携帯証書を回してました、うん、あ、それがいいですね、はい、あのそこで過去問とかやると代理、うん、無限代理だけで1日終わっちゃったりしますから、やっぱりいろいろ前の科目を触れようと思うと、いろんな科目、いろんなこう分野に触れられるのはやっぱりこの携帯をパーってやることだと思いますよね、うん、そうするとこの一言触れただけでその周辺まで思い出したりしますから、うん、はい、はい、いいことだと思います。はい、ありがとうございます。でそんな形で講義を進めてきて、で期日対策とかってどうしました？不動産登記や商業登記の期日対策は、これも講義に載った形ですか？あ、そうですね、うん、講義を聞いて、うん、ちょっとまた同じようになっちゃうんですけど、うん、もう携帯使用書士のひな型をもう何回も何回もあの書いてました、ええ、はい、はい、いいですね。何回も書いて、で実践的なテクニックとかは当練解いたりとかですか？あ、そうですね、実践的な練習は本当に当練が始まってからだったので、うん、ええ、最初はもうすごい引っかかりまくって、ああ罠に引っかかって、そうですね、ひな型は知ってるけど、うん、もう全然名変飛ばしたりとか、はいはい、なのでそういう実践的な練習は当練が始まる4月ぐらいから本格的にやり始めたのかなと思います。なるほど、はい、じゃあ最初は点数取れなかったですか？あ、最初はもうボロボロでした、ね、ボロボロで、はい、そうですね、1回で受かる方ってやっぱりこんだけ上位の方も4月ぐらいではなかなか点数取れないんですよね、うん、でそこから徐々に上がっていくって感じですね。だからとにかくひな型一生懸命覚えるってことは最低限必要なことで、結局回答を書くのはひな型ですからね。
でそれはまあしっかり仕上げておくとその後のテクニックがどんどん乗ってきますからね。ただそのテクニックとかここを読んだらこうやるよっていうのは分かんなければ実際の具体的な点数にはつながらないので、最初はどうしても点数が悪いんですよね。そうですうん、ね。でそこからめげずにこうきちんとステップアップしていくってことが重要かなというふうに思いますね。めげたくなるときとかありました？大丈夫かなとか、分量多いなとか。そうですね。過去問を、本試験の過去問を、記述式の話なんですけど、解き始めて、なんか本試験の過去問は私すごい全然なんかわからないなっていう問題が多くて、あ、そうですか。なんか答練でなんかだんだん自信ついてきたけど、この年度の過去問が来たら私大丈夫かなみたいな、そういうふうな形で不安になってた時期は5月とかあ、ありまし結た。構不あ、じ安ゃあでそしのあた。たりで記述の過去問もやったんですね。あ、そうですね。はい。結構難しかったですか？なんか商業登記法が、解散のところとか、実際にこう実践的な大きい問題でやったことがないのとかが来ると、すごいボロボロ落としちゃったりとかしてて、まあでもそれは、ここで回収できたから大丈夫っていうふうに、あ、前向きでいいでそうすね。ですね、はい、そうなんすでるすようにはしね。てました。不動産登記の期日は大丈夫でした？過去問は。商業登記法に比べれば比較的抵抗はなかったかなと思いますね。はい。そっかそっか。で、私もその10年分の過去問やりましょうってよく言うんですけど、多分聞いてると思うんですけど、その時にもう難しいからめげないでやってねって話はよくするんですよね。で、やることって非常に重要だと思うんですよね。過去に実際に出てる記述ですから。で、レックなんかの答練の場合にはクレームがつかないようにしっかりこう構成してやってますけど、本試験って意外と粗い部分があって、これ指示ないじゃんって結構あるんですよね。だからそういうのにも慣れておくって意味ではやっぱり解いておくといいかなというふうに思うんですけど、本当に難しいですよね。でだすね。からやっぱりやっても点数取れなくても、その前向きな気持ちって非常に大事ですね。で、本試験毎回、まあ、今回もそうですけど、基準点が記述って大体30、今回4点ですけど、35点、34点なんですよね。毎回これ、わざと合わせてるわけですよね。で、難しい年はだからちゃんと採点してくれるし、で、簡単な年であれば、みんなが間違っちゃったところはしっかりこう点数引いてきて、点数調整してるんですよね。だから本当に難しくて、なんでこれみんな35点取れるんだろうっていう時も、そう甘く採点してくれてるということなんで、まあ、あんまり記述問題を解く時にはめげないということが重要かなというふうに思います。なるほどね。じゃあそれ以外は基本的にはあんまりダメかもって思ったことはないってことですね。そうですね。でもつらかったですか、受験は？もう最後の6ヶ月間はもう専業でずっと勉強してたので、まあでも勉強がなんかすごい苦だなって思ったことはあんまりなくて、まあ、ただ不安はありました。不安はありました。このままこの感じで勉強してて平気なのかなっていう不安はあったんですけど。その不安っていうのは受からないかなっていう不安ですそうか？です。はい。みんな思いますよね。なかなかゴールが遠いですもんね。で、勉強中ってじゃああんまり人と会わなかったですか？そうですね。コロナもあって、ずっと家で一人で勉強してました。なるほど。それはちょっと不安を強めますよね、やそうっぱでりすね。ね。私もそうでした。受験中は誰とも会わなかったですから、1週間ぐらい声出してないので喋れるかなって不安に思って、ラーメン屋に行った時に油少なめって言って、お、言えたみたいな、こういうのはよくありましたけれども、まあ、油少なめ、麺固めが好みなんですけど、それはいいんですが、まあ、そんな形で頼むわけですよ。あ、喋れたみたいなのはありましたね。でもその孤独に頑張るってやっぱり大事ですよね、この受験に関してはね。そうですね。なんかこう地道にコツコツやっていくのが一番いいのかなって自分の勉強を振り返ってみて思いました。そうですね。まあ予備校で言うのもあれですけど、予備校でいろんな講義やってますけど、受験で大事なのってそれを覚え込んだり問題解いたりすることで、それって結局自分で勉強する時間ってのは一番大事ですから、やっぱり孤独を味わった方しか受からない試験かなというふうには思いますね。で、その部屋で勉強しているときに、こうやって私の本とか、このまあ小野さんの本なんか、こうやって飾ってくれてたっていう写真はこの前持ってきてくれましたけれども、これをこうやって飾ってくれてたわけですよね。これはどうして飾ってたんですか？私自身も
一発合格したいなっていう気持ちで、専業受験生になったのもあったので、こう一発合格された方の本を置いて、やっぱり勉強してると、あ、やっぱ無理かもって思う期間が結構何回か来るので、その時に、いやでも小野さんも一発合格してるから大丈夫っていうふうに見るようにしてました。こうやって机にかざしあ、たんですそうね。です、はい。電気の後ろに。あ、そうです、電気のスイッチのところに置いてました。で、電気消したりつけたりするあ、ときに見て。なんか3月ぐらいにそれ教えてくれましたよね、そのあ、イベントに来たときそうに。本当は先生の写真貼ろうと思ったけど、さすがにみたいな。ちょっと 本にしまし本た、にそしこましは。た。で、それを見てやる気も維持したってことですね。で、そんな形で勉強して、で、模擬テストを受けて本番ですね。で、本番のじゃあ直前期の話を聞きますけれども、直前期は勉強終わってやっぱり今までやったことをこう覚え込むっていうことですよね。その時やっぱり携帯司法書士中心に繰り返した形もうですか？そうですね、最後は携帯司法書士を自分で何個かのブロックというかに分けて、多分6個ぐらいのブロックに分けて、それを1ヶ月で2回回そうみたいな、1ヶ月で2回。前半を2回回そうっていう感じで携帯司法書士を繰り返して、でただ過去問問題を解く感覚も忘れちゃいけないなと思ってたので、過去問も解いたりして、そうですね、そういう感じで勉強してました。で、そのバランスはやっぱり大事ですね。で、直前期ってやっぱりじゃあ携帯司法書士なんか中心にいろんな科目をどんどんスピードアップしてやるってことが大事ですか？そうですね、携帯司法書士ってどれぐらい進むんですか？1時間やると、直前期なんかだと。直前期はもう、直前期の前は携帯司法書士やってても、やっぱテキストに戻りたいなっていう寄り道してたので、あんまり多分進まなかったと思うんですけあ、ど、これなんだろうみたいな。そうですね、なんですけど、直前期はもうここからここまでを今日終わらせなきゃいけないっていう、もう予定組んで。予定組んでるの、どうですか、1つの科目あたり、民法だったら、早速は1日で終わりにして、ちょっとバランスが悪いんですけど、物件1日で終わりにしてとかっていう感じでやってました。ありがとうございます。で、それでじゃあ超直前期、最後の1週間とかって何しました？超直前期も変わらず変わらず。結構繰り返してやってました。今みたいな携帯使用しなんか繰り返す。そうですで、あとね、答練とか模擬テストがあれば受けるって形ですかね。模擬テストとか受けるときって何か注意してました？本番と同じように受けようとか、時間配分注意しようとか。模擬テストとか答練が始まる前に、多分森山先生のクラスの、ライブ配信とかで、ホームルームですね。で、本試験と同じようにしないと本試験緊張しちゃったりするっていう話を聞いたので、服装とか、あとお昼食べるものとかは気にしてやってまやっしてまた。した。服装は動きやすい服装で。もうそうですね、もう一番ゆるっとしたワンピースでいつも行ってました言ってました。た。それをもう本番で来たわけですね。本番できました。羽織るものも持ってきました？寒い。カーカディーディガン持っガン。てて、なるほど。お昼は何食べました？お昼はこう調整できるように、おにぎりとあとサンドイッチ持っていつも持って行ってたんですけど、本試験の日はもう全然お腹が空かなくて、でも何か食べないとなと思っておにぎりとあとチョコを食べました。やっぱりね、受かる方っていうのはその模擬テストの時からお昼まで気にしてますからね。で、同じものを食べようみたいな感じでね。ありがとうございます。で、本番ですよ。で、本番の今回は試験問題持ってきてもらいましたけど、前の日とかって寝られました？ちょっと試験会場が実家から遠かったのもあって、前泊してたんですけ前泊しど、たんですね。なかなか寝れず、ただ10時半にはベッドに入って寝れないけど目はつぶるようにしてまししてた。ました。横になって休むのがいいですよね。やっぱり寝らんないですよね。寝られなかったですね、あんまり。焦りました？寝らんないなって。寝らなくていいかって気持ちでした？みんな寝れないだろうなと思って、あんまり気にしないようにはしてました。そうですよね。でもその寝らんない方って結構受かってて、やっぱりそんだけ緊張してるってことは力出せば受かるんだっていう証拠なんですよね。だからこそ緊張するわけで、で、だからみんなそうなんですよね。
で、それで朝起きて会場に行って、で、試験会場行ってどんな気持ちでした？そうですね、なんか雨が降っ、多分当日結構雨が降っ降ってましたね。て、なんかちょっと寒いなみたいな 気持ちで、なんか最初座るとこ間違えちゃったりとかして、多分自分では気づいてないかったけど、すごい多分緊張してたんだろうなと思間違えう。ました。間違えちゃって、最初あれ全然違うとこに来ちゃったと思って、すぐ移って正しい席に行きまし移りたましか。た。はい。私もさっき言ったように受験したんですけど、私の受験の席に根本先生座ってましたからね。なんで間違ってんだよみたいな。ちょっとどいてくださいみたいな。いうことですけどね。で、始まって受験したわけですけれども、こんな形で解いて、一個一個こう丁寧に解いてるわけですね。スラッシュなんか入れながら。そうですね、午前は時間があるので読み落とさないようにして解いてました。直ちに波線引いたりだとか、はい。のちんとこにこう丸つけたりして丁寧はに、いい工夫ですよね。さっきの小野さんのこのメソッドにもスラッシュ入れながら読みましょうって書いてありますい。から、もうちゃんとそうやってね、合格者の方は丁寧に読んでいるということですね。で、午後の部の方が記述が気になりますよね。この辺りですか。比較的メモは少なめですね。そうですね、普段は結構もうちょっとメモを取ってたと思うんですけど、本試験当日全然時間がなくて、もうひたすら情報を書き写してたっていう感じだったので、答案用紙になかなかそっちにはメモで整理することができなかった感じですね。はい。そっか、あんまりメモしようとしなかったっていうよりは、その余裕がなかっあ、たってこそうとなでんですす。かね。はい。難しかったですもんね。で、今そ回不動う産登記はみんな難しくてで点数が取れなかったんですけれども、結果的にはね、すごい点数が取れてますけれども、メモはなかったですけど、整理ができたわけですか？事実関係とか。そうですね。そのもう当時は本当になんか不動産登記法がやっぱり記述だと私も焦って結構頭が真っ白になってたので、頭の中でまあ真っ白になりながらも整理してたのかなって思います。はい。なるほど。で、商業登記がこちらですね。はい。で、商業登記も、これあれですね、私がちゃんあ、と、こうやってやりなさいっつって、私が言ったやり方をちゃんとそのままやって、私の答案用紙と同じような形ですね。本当に嬉しいですね、こうやってちゃんとやってくれてると。会計監査にも気づいてね。こちらもあんまり構成をしすぎないってことがポイントですね。そう時で間すなくなっちね。ゃいますもんはい。ね。普段は添付書類とか紫で全部塗って、それを書き出すっていうふうに朝礼の時とかはしてたんですけど、そうですよ。私、ね、紫でやりなさいっはて言いましたけど、やってないですね、これい。 あ、ね。でも本当に 当日時間がなくて、ちょっと紫で塗ってる暇がないなとな思っるほたど。ので、それは省きました。時間なかったんですか、商業登記は。はい。不動産で時間使いすぎて。まず択一で1時間15分ぐらい使ってしまって、それいつもより多いですよね。そうですね、いつもは1時間で大体終わらせてたので、そこでまず焦って、で不動産登記法からまず記述やったんですけど、それも1時間ぐらい使ってしまって、で私いつも商業登記の方が苦手で、商業登記に時間を残すっていうふうにいつもはやってたので、その時点で残り45分しかないっていうのがすっごい焦りで、なので時間がない、いつもよりすごい時間がなくて商業登記の記述に入ったっていう形だったので、すごい焦ってました。焦ってね。はい。今年結構みんなそうですね。で、やっぱり今年の本試験って択一がいやらしくて、やっぱり時間かかるように作られてるんですよね。考えれば分かるんだけど、考えなきゃいけないっていう選択肢が多くて、すごい時間かかって、普段やっぱり模擬テストなんかだと時間配分で大事にしてたわけですよね。それでも本試験では時間かかっちゃったわけですよね。そうですね。5足全部読まないっていうのは変えないでいたんですけど、こう読まないとよく分かんないみたいな焦りもあったと思うんですけど、それで結構こう読む分量で時間取られちゃったのかなっていうふうに思います。
そうか、焦っちゃっていつもより選択肢多めに読んだ感じですか。そう、うん、そうです。まあでも切れるものはもうどんどん進んでいこうと思ってたんですけど、うん、はいはい、うん、なかなか切れなくて、うん、結果的に読む足はいつもより増えてたかもしれないです。なるほど、はい。ちょっとだけ説明させてもらうと、初めての方もいると思いますが、午後の部って本当に時間なくて時間との勝負なんですよね。ですから択一と期日がセットになってますから、期日にどんだけ時間を回せるかっていうことが大事で、でこれこんだけを例えばこれ1時間で解こうと思ったら、これ1分40秒ぐらいで解かなきゃいけないわけですよ。でその分量って無理なので、合格する方っていうのは例えばもう A が×だっていうふうに、例えばこれ一番最初にで×って見抜いたら、もう下の組み合わせで絵が入ってる2択に絞ってもう一つの選択肢を検討するといった形で、選択肢2つか3つしか読んじゃダメって話はするんですね。だから午後の部なんかではそんな形で時間配分をきちんと守って解いてもらうってことが重要ではあるということではあるんですね。ただ今年の本試験ってやっぱりみんな時間配分苦労しているので、うん、でこちらもね本当にいろいろ分析はしてるんですけど、やっぱり今年の試験難しかったですね。うん、難しく、午後は本当にあまり記憶がないぐらい、ね、だからあの、うん、分量が短い足から読むとかそういうのもあまり当例の時と変わらず、こう分量が短い足から読もうとしてたんですけど、なんかそれじゃ切れないなみたいな問題が結構自分の中では多かった印象ですね、うん、なるほど、はい。まあ、でも蓋を開けてみてちゃんと成績取れてますから、私がここで皆さんに言いたいのは、やっぱり本試験って難しいと思ったらみんな難しいんですよ。だからそれであのやり方を変えたりとかしないで、そのままやっぱりやってもらうと。ただ今言ったように不動産登記やって商業登記で時間なくなっちゃったら軌道修正して、じゃあちょっとアリューだけれども色使わないでやろうとか言った軌道修正はちょっと必要ですよね、はい、はい。それ瞬時に判断して、うん、まあ、判断するとか余裕がなくてって感じですかね。間に合わないって、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。であと落書き帳持ってきてくれましたね。落書き帳、これ落書きをしてたわけです。あ、これあれですね、勉強の後ですね。これは何でしょう。あ、なんか問題とか解いてますね、はい、普段の勉強で、うん、どの科目も落書き帳に、うん、まあ、過去問やる時も、ええ、携帯使用書士を繰り返す時も、うん、なんか常に横に置いて、うん、書いたりしてました。あ、書きながら、はい、例えばこれ丸×つけたりとか、 はい、あとはちょっとポイントを箇条書きしたりとか、はい、まあ、ここを見て覚えようってわけじゃないでしょうけれども、ちょっと思考を整理してみるって感じですかね。あ、そうですね、はい、はい。あ、賛成数とかこれ決議要件かなんかですかね。あ、決議要件も何回も書いた記憶はありますね。なるほど、はい。これ見ないで書くんですか。見ないで書きます。あ、見ないで思い出す練習ですね。思い出して確認して間違えてたら、うん、また書いてみたいな、はい、そういう誠実な勉強がやっぱりいいですね。あ、なるほど。でこれ2月7日から2月27日って書いてありますから、はい、20日ぐらいで1冊いっちゃったんですね。あ、そうですね。家に何冊もあるんですかこれ。なんか途中で捨てちゃったんですけど、半分ぐらい、20冊ぐらい今家にはあるかなっていう感じですね、はい。40冊ぐらいじゃ使ったんですか。多分最初から始めたらそれぐらい使ってると思います。あ、なんか裏面も最初使ってたんですけど、うん、なんか裏面ってなんかやっぱり今まで書いたなんか厚みが出て手が疲れちゃうなと思ったので、うん、なるほど。そこはで裏面は使わずに表面だけで使ってます。なるほど、いいですね。落書き帳、どうして落書き帳なんですか。あ高校生の時から結構落書き帳をずっと使って勉強してたので。あ、なるほど、うん、そのままそれを採用した感じですね。なるほど、はい。まあ、なるほどね。その勉強も今までの自分の得意なやり方は生かしてって形ですね、はい、はい、ありがとうございます。でそんな形で合格をしていただいたわけですけれども、うん、試験後の話も聞きますと、試験後って結構辛いですよね、待ってるの。そうですね、長かったですね、3ヶ月間。今年特に例年より2週間長かったんですよね、うん。で多分なコロナの関係で採点が遅れると思ったのか、あとはオリンピックの関係かもしれないですね。例年より発表を2週間延ばしてましたので、うん、その分本当に待ってる人は辛かったと思うんですけれども、一度相談も来ていただいて、はい、でその相談内容があの名前書き忘れてるんじゃないかみたいな不安でしたよね。もう本当にそこが一番って言ったらあれですけど、うん、不安だったかもしれないです。もうそれがあの
その名前書いてあるかどうかって確認することができないので、はいはい、どんどん不安が膨らんじゃって、そうですね、もうそればっかりになって本当に辛い期間ですよね、はい、うん、はい、で合格する方もやっぱりこの待ってる間こそ辛かったって方もいるぐらいで、直前こうやって勉強するのも辛いですが、やっぱりこの待ってる時間もなかなか辛いですよね、はい、何考えてました、もう囚われちゃってました、その大丈夫かなっていうことに。8月の中旬ぐらいまでは本当にその名前に悩まされて、なんか一回本当にそれだけで森山先生に相談に行こうと思ったぐらい悩まされてはい、はい、それしかなかったですね、相談がね、うん、で8月の中旬くらいからはなんかだんだんやっぱり忘れていくというか、はいはいはい、その不安も薄れていって、もうあとは待とうっていう感じになりました。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあちょっとまた質問いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、はい、T さんが考える1回で受かったよっていう秘訣ってあります？はい、はい、まあ、いろいろ話してくれたことがそうかもしれないんですけれども、はい、うん、一番は、うん、繰り返して反復学習することがやっぱり地味だけど、うん、一番良かったのかなと思います。はい、あとは、うん、さっき森山先生もおっしゃってたんですけど、うん、やっぱり自分で考えながらなんか自分の学習なので、うん、なんか自分が不得意なところとかは一番わかるので、うん、こう今自分に必要な勉強とか、うん、あとはこの科目はこういうふうに勉強した方がいいなとか、そういうのは考えながら勉強するようにしてました。あ、いいですね。はい、何やればいいかって質問する人は結構いるんですけど、自分が足りないところって一番自分が知ってますから、それが自分ここ足りないなとか、これ覚えてないなとか、問題解けないなとか自分で思える方ってやっぱり受かりますよね。だからそんな形で苦手のところはやっぱり自分でやってもらうってことがいいですね。あとは繰り返しですよね、はい、その地味だけどって言いましたけど、やっぱり地味なんですよね。新しいことを知るとか問題を解くとかってのは楽しいんですけど、例えば携帯小書士のこの記憶するコーナーを10回20回30回ってつまんないながらもやれる方っていうのがやっぱり受かる方だと思いますので、覚えよう覚えようと思いながらしっかり繰り返すってことが重要ですね。はい、そんな形ですか。はい、はい、ありがとうございます。でレックを選んで良かった点ってあります？はい、一番は、うん、やっぱり森山先生の講義が、はい、さっきもちょっと言ったんですけど、こう身近なものに落とし込んで、はいはい、こうイメージが湧きやすい授業だったので、うん、そういった森山先生の授業を受けられたことがやっぱり一番良かったなと今は思ってます。はい、はい、ありがとうございます。講義が良かったと、はい、嬉しいですね、はい、講義を、まあ、そうやって聞いてもらって受かってくれたって本当に講師としては嬉しいですね。はい、講師を選びました？なんか他の講師見たり他の学校見たり。あ、選ぼうというかいろんな先生の講義を聞こうと思って説明会とか結構予約してたんですけど、うん、多分一番最初が森山先生で。あ、そうですか。はい、はい、でなんかもう、あ、もうこの先生の授業にしようと思って決めちゃいました。はい、あ、嬉しいですね講師との相性っていうのもありますからね、うん、講師を信じ、あの講師嫌いだなと思いながら受けてもなかなか身に入らないので、そうやって相性とかもうピンときて選んでもらったというのは非常に良かったですね。嬉しいです。はい、はい、でこれから司法書士を目指す人へのメッセージとかあればお願いしたいと思います。はい、はい、司法書士の勉強長いのですごい辛くなる時もあると思うんですけれども、まあ、フルで働いている方もいらっしゃれば家事をしながらっていう方、ご自身の状況それぞれ違うと思うので、あんまり人と比べずに自分の勉強を地道にコツコツやっていくことが大事だと思いますので、引き続き頑張ってください。はい、はい、人と比べずってどういうことですか？なんか私の場合専業受験生の時が一番なんか人と比べてしまっていて、うん、やっぱり一日十何時間とかそういう情報を目にしちゃうと、それやんなきゃダメかなって思ったりもするんですけど、うん、多分自分が一番集中できる時間、うん、まあ、極端に少なかったらあれですけど、うん、あると思うので、まあ、自分はこの勉強時間でやっていこうっていうふうに、うんうん、比べないでやるようにしてました。あ、なるほど。はい、ツイッターとか今いろんな情報手段があって、あの人あんなきやってるとか、うん、あとは15時間やってるとかいう人とか見ますもんね、うん、はい、でもそんなにやっぱりできない時もありますもんね、うん、はい、
で8時間でもう頭がパンクしちゃうっていう時はやっぱりそれが自分にとって一番理想の時間かもしれないですね。だから自分を信じるってことですね。あ、そうですね。で、自分がやってることを信じて突き進んでいくということですね。ありがとうございます。で、ぜひ皆さんもですね、T さんに続いて合格を勝ち取っていただければと思います。で、まあ、今回の講演会の中でもいろんなヒントなる話があったと思うし、あと私が本当に思うのは、合格者の方っていうのはとにかく誠実に勉強してるってことです。可処分時間なんかも勉強して、無駄な時間も過ごさないようにして勉強しましたか？そうですね。隙間時間は勉強してました。そんな形でやってる方がやっぱり受かる方かなというふうに思いますので、ぜひ自分を信じて他人と比べないで、勉強ですね、頑張っていただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。